1976年に発行されたサリュート6号の乗組員を描いた切手、ゲオレディ・グレチコは、レニングラード出身のソビエト連邦の宇宙飛行士で、ある。ソユーズ17号、ソユーズ26号、ソユーズ T-14 で3度の宇宙飛行を行った。グレチコは、バルト工業大学を卒業し、数学の博士号を取った。その後、 セルゲイ・コロリョフのデザイン事務所で働き、ソビエト連邦の月計画のために宇宙飛行士の選考を受けることになった。その計画が中止されると、彼は宇宙、ステーション・サリュートでの任務に就くことになった。グレチコは1977年12月10日に打ち上げたソユーズ26号に登場。サリュート6号に乗り移った後の同年12月20日、オーラン宇宙服を着て、 宇宙遊泳を行うミッションを成功。その後もサルウート6号での滞在を続け、1978年2月2日には、宇宙滞在時間の総合計が84日を超え、当時の世界記録を更新することとなった。グレチコは、1992年のロシア、科学アカデミーでの大気物理学の講義を最後に、宇宙プログラムから引退した。1979年に、 ソビエト連邦の天文学者、ニコライチェルヌイフが発見した、小惑星グレチコは彼の名前にちなんでいる。ありがとうございます。